マガジンチャンネルここ数年ツイッターでの将棋写真が人気というわけでカメラマンに話を聞いてみた読売新聞カメラマン若杉和樹さん読売新聞記者吉田優也さん早速ですが対局中の撮影で気をつけてることってありますかうーん動くタイミングですかねうん 騎士が力を抜く瞬間に動くようにしてます忍者みたいあとなるべく目立たないように対局では常に黒い服を着ています黒子みたい私もこの日対局を観戦する、うんうん、動かない 空気が止まってる笑ってはいけないの上位互換のようでした被写体として騎士の魅力ってありますか若杉はよく騎士の背中取ってるよねはい背中って独特の味わい深さがあるんですよね手もよく取ってるよね騎士の手は絵になるんです渡辺さんの刺す瞬間も好きです俺は初手だけゆっくり刺すね カメラマン向けにいつ刺すか？わかんないじゃん。だから、普通に刺したら撮れないでしょ。まだまだまだだから、今から刺すよーって雰囲気出してからんの。<laughs> って、若杉さんは昔から将棋写真をいえ、元々は報道写真全般を撮っていました。 事件や災害やスポーツなどそんなある日の若杉勇敢に乗せたいから今から将棋取ってきてねっ将棋ああ<う>何を取ればいいんだ将棋を一切知らないじゃよろしく行ってみたらまさかの人ギュウギュウああ将棋 これでいいのかなそれが藤井四段当時の29連勝がかかった対局でしたあああの日3巻142ページ参照。将棋の写真撮ってみてどうですか棋士の方を好きになりました好きな人を見てるともっと好きになっちゃう現象ありますよねカメラを通してずっと見てたら好きになっちゃいましたうん 私が旦那の虫嫌いを漫画に描こうと虫の写真を見てる。うちに虫が好きになってきたのと一緒か。そうそう。つまりあれですね。写真は愛ですね。すねうん。これからも愛ある写真お願いします。はあ、ポンタポンタじゃん。ネットで買えたの？ 大阪のファンの人が送ってくれたポンタ代お支払いした方が税込5980円プレゼントなんだからいいでしょポンタは顔が可愛いね常に笑顔だからねはっはっはっヤクルトホームの渡辺家オリックスのポンタ完全アウェイだ大丈夫かな、うん